人造硫化計画もようやく次の段階に進めるようだな。ええ、量産化に目処がつきつつあります。失敗作だと思われた TF-997 が上級の打破に役立つとは思いませんでしたな。ギアスか。かつてドクトルが開発したドラゴンを縛り付け、その力を利用する魔術だったな。はい、常時融合型はあまりにも不安定でしたが、分離合体型とすることで解決できそうです。かつてのドクトルのラボで採取したマナよりドラゴンの培養にも成功しております。あとは実験を繰り返し、素体と外殻のバランスを見定めるだけです。そのための材料はすでに確保しています。始めようではないか、ギアス兵計画を。ギアス兵計画、まさかすでにここまで進んでいるなんて。こちらも急がなきゃいけなそうね。ほら、お前はここだ。おとなしく入っていろ。あっ、いってって、まったく乱暴だな。あっ、皆さんどうも、俺ファルギルトって言います。これからよろしくお願いします。挨拶なんて不要だ。どうせ何日もしないうちに実験とやらに使われて死んじまうんだからな。でもほら、みんなで生き延びられるかもしれないじゃないですか。希望を持ちましょうよ。バカが、ここを知らないからそんなことが言えるんだ。ここにはな、希望なんてものはねえんだよ。よく探せば見つかるかもしれないし、本当になければ作っちゃえばいいんですって。大丈夫ですよ。てめえ、おちょくってんのか。思い知ったか。これ以上痛い目見たくなければおとなしくしてるんだな。いてってってって、災難だったな。大丈夫か。ほら、これで殴られたところを冷やしておけよ。あ、うん、ありがとう。ジェイクだ。よろしくな、ファルギルト。ああ、よろしく、ジェイク。最初からいい人に会えてよかった。楽しく過ごせそうだよ。楽しく？お前変わってるな。ここがどういうところだか分かってるのか？そりゃあ多少はね。結社とかいう組織の研究所みたいなところだろ。ああ、俺たちは実験素材だ。何か気味悪い実験に使われるらしく、連れられていったやつは戻ってこない。つまり俺たちは明日生きてるかどうかもわからないってことだ。希望を持てなくなる気持ちもわかるだろ。明日死ぬかもしれないことは今日の希望を捨てる理由にはならないよ。お前本当に面白いやつだな。でも気に入ったよ。改めてよろしくな、ファルギルト。できるかどうかわからないけど、何もしなければ何も変わらないから。そうだな、実験台になるのを待つくらいならかけてみるのもいいか。それに監視の話を聞いてると、どうもこの施設の周辺もきな臭いことになってるらしいしな。きな臭いこと？ああ、アデル・ペインとかいう結社に歯向かうやつがいるんだそうだ。
どうもそいつがこの施設を狙ってくるんじゃないかって噂だ。結社に歯向かうって言うなら俺たちの味方になってくれたりしないかな。俺が聞いた話じゃ結社の施設の中にいるやつは女子供まで皆殺しっていう話だからな。そういうわけだから脱走には俺も賛成だ。それで何か案はあるのか。いや、それがまだそこを一緒に考えてもらえないかなと。やれやれ、そんなことだろうと思ったよ。まあ文字通り生きるか死ぬかの問題だ。頭をひねってみるか。穴？穴を掘るのか？床石の一部を剥がすことができるみたいなんだ。そこから穴を掘って外までつなげればいけるかもしれない。ただこれは時間との戦いだ。ただでさえ俺たちはいつ殺されるかもわからないんだからな。それからこの牢に囚われている十数人全員の協力があることが前提だ。むしろこれが一番厄介かもな。大丈夫だよ、みんなちょっとだけ思い出せればいいんだ、希望ってやつを。こうして俺たちの結社脱出作戦が始まった。牢内のみんなの協力も取り付け順調に進んでいるように思えた。そんな時だった。おい、貴様らのうちの誰かに結社の偉大なる研究の被験体となる栄誉を与えてやる。誰でもいい、誰か一人名乗りを上げろ。被験体ってつまり殺されるってことだろう。そんな、ここまで来て俺はまだ死にたくねえよ。あの俺が、なっ、シェイク、どうして。悪いな、ファルギルト。ジェイク、気づいたのか、ファルギルト。ジェイクはどうしたんだ。ジェイクは自分が被験体になるって出て行ったよ。そんな、なんで。ファルギルトがいなくなったら脱走は成功しない。みんなに希望を与えられるのはお前だけだって。それで俺の身代わりになったって言うのか。どうして俺は。でも俺もジェイクの判断は正しかったと思う。あいつのためにも絶対に成功させようぜ。絶対に俺がみんなを助けてみせる。ちょっとで抜けた。外か、外だ、施設の外だ。やった、やったよジェイク。あ、感動してる場合じゃない。急いでみんなを呼んでこよう。夜のうちに施設から離れないと。そう都合よく行くとでも思ったか。結
勇者。貴様らの浅はかな企てごとき、我ら結社が見抜けぬとでも思ったか。二度とこのようなことが起こらぬよう、貴様の首をかっ切って見せしめに晒してやろう。待って、そいつは随分と精神力の強い素材らしい。ただ殺すよりは外郭移植実験に使用してみよう。捕らえて施術室へ連れて行くのだ。はっ、了解いたしました。ごめん、みんな。ごめん、ジェイク。施術を開始する。俺の体に何かが入って、失敗？施術は成功したと聞いたが。はい、素体は無事、外郭の暴走もなく、当初はうまくいったように思えたのですが、ギアスの軌道に失敗、外郭の装填を行うことができませんでした。しかし問題点は洗い出せています。次こそ完璧なギアス兵をご覧に入れましょう。うん、期待しているぞ。なあ、こいつをどうすりゃいいんだ。失敗作は用済みだ。適当に放り出しておけ。そのうち処分されるだろう。動かなかった外郭も一緒にな。ここは、俺生きてる。そうか、生きてるのか。ここは前と違う牢屋か。みんなはどうなったんだろう。ひどい目に遭ってなければいいけど。あっ、なんだ。おい、救援に来てくれ。あいつだ、あいつが現れたんだ。アデル・ペインが。アデル・ペイン。アデル・ペインって確か結社の施設を破壊して、そこにいる人を皆殺しにしてるっていう。みんなが危ない。早く助けに行かないと。どうにかここから出る方法を考えるんだ。壁を壊す、鉄格子を曲げる、いや、そんな力あるわけないし、穴を掘るって、そんな時間ないか。大丈夫、諦めるな。希望はある、希望はあるんだ。きっとどこかに。諦めるな、希望はある。諦めるな。力を貸してやろうか。はい、助かります。って、え、だ、誰だ。誰だとはご挨拶だな。相棒、いや、一心同体の間柄じゃねえか。ドラゴン。俺はギアス兵外郭用に結社の連中が培養した疑似ドラゴンってところだ。連中はバルバトス B ユニットなんて呼んでいたが、そんな名前で呼ばれるなんてごめんだ。ま、そんな話は今はどうでもいい。で、どうする。俺ならお前にここから出る力をやれるぜ。ああ、頼む。即答かよ。いいのか、後で俺が見返りを求めるかもしれないぜ。俺にあげられるものなら何だってあげるよ。それでみんなを助ける力を貸してもらえるならさ。
肝が座ってるのがただのバカか。ま、嫌いじゃないぜ、そういうのは。それじゃあ行くぜ、ギアスロー。一体何が…俺の腕が…何これ。これが結社の連中が俺たちによこしたクソったるな力だ、ギアスロードだ。わあ、俺の右手が喋った。もしかしてバルバトス B ユニットさん。その名前はごめんだって言っただろう。とにかく今お前には波のドラゴン以上の力が備わってるってことだ。ドラゴン以上の力か。わかった、ありがとう。バルビー。バルビー、俺の名前かそれ。冗談じゃないぞ、そんな安直な名前。わかりやすくていい名前じゃないか。とにかくこの力で牢屋を破って、うおー、本当にすごいなこの力。これならみんなを助けられるかもしれない。おい、見上げてる場合じゃないぞ。誰か、いや何か来る。貴様、その姿は。そうか、グレースの言っていたギアス兵というやつか。その体、俺と同じ。いや違う、あれは初期型の常時融合タイプ TF-99 アデルペインだ。アデルペイン、この人が。その呪われた力を解き放つわけにはいかん。ここで消えてもらうぞ。くそ、おい、今のお前とあいつじゃ経験に差がありすぎる。立てっこねえぞ、逃げろ。ダメだ、俺が逃げたらここにいるみんなまで殺される。だったら俺がやらなきゃ。覚悟はできているか。なら、忌まわしき力に見入られた己を後悔するんだな。俺がみんなを守る。守るんだ。なんて威力だ。所詮コピーなどと侮るわけにはいかなそうだな。まだ自分の力に振り回されているな。今のうちに決着をつけさせてもらう。くそ。アデルペイン、何をしているの。時間がないわよ。グレースか。今ギアス兵の相手をしているところだ。こいつは確かに危険だ。野放しにはできない。ギアス兵、そんな、まさか。ギアス兵はまだ完成していないはず。ギアスロードが動いている。ギアスが起動できずに失敗したはずなのに。起動できなかったんじゃねえ、俺がしなかったんだ。結社の言いなりになるのは嫌だったからな。バルバトス B ユニットが喋ってる。なんてこと、イレギュラーなことだらけね。でもその口ぶりだと結社に従うつもりはないということ。当然だ。好き勝手に体をいじくられて「はい従います」なんて誰が言うか。ねえアデルペイン、どうもこの子たちは私たちの敵ではなさそうよ。
どうやらそうらしいな。待ってくれ。あんたたちは結社の施設を襲ってそこにいる人を皆殺しにするんじゃないのか。ずいぶんと物騒な言いがかりをつけられたものね。必要とあれば殺す。だが結社の施設にいる者の多くは囚われたものだ。俺たちはそれを解放している。じゃあ戦う必要はないのか。そうね。むしろ今は私たちに力を貸してくれると嬉しいわ。何かあったのか、グレイス。ええ、結社がここの破棄を決定したわ。今から施設の破壊と実験素材の廃棄が行われる。放っておけばそれこそ皆殺しよ。でも囚われた人は可能な限り助けたいわ。結社、相変わらず趣味の悪い手を使う。おい、お前。あ、ファルギルトです。もしお前に命を懸けてでも守りたいものがあるのなら力を貸せ、ファルギルト。はい。ちょっと待ってくれ。もう限界だ。少し休ませてくれ。そうしてあげたいのは山々だけど、まだ足を止めるべきじゃないわ。結社の目から逃れるためにも。そんなこと言われてももう足が動かないんだよ。みんなもこう言ってるし、少しだけでも休むわけにはいきませんか。でも休みたいなら休めばいい。別に俺は構わん。本気なの、アデルペイン。これだけの人数がいれば結社の連中も見落としはしないだろう。ちょうどいいおとりになる。おとり？お前らを狙って結社が来てくれれば俺にとっては好都合。お前らが何人死のうが知ったことではないしな。なんてこと言うんです。そもそも結社の施設から逃げ出したお前らを助ける義理は俺にはない。そんな、安全な場所に案内してくれるって言ったのはあなたたちじゃないですか。正常に行けば結社に襲われることはないだろうと言っただけだ。ついてこいと言った覚えはないぞ。まあ好きにするんだ。俺としてはここでおとりになってくれた方が好都合だがな。くそ、歩くよ。歩けばいいんだろ。この先に身を隠せそうな場所があるから、そこまでは頑張りましょう。ここで少し休憩にしましょうか。スマホ通してくれ。そこに座らせてくれ。よかった。グレス、俺は少し周囲を見回ってくる。ええ、お願いするわ。アデルペインさん、さっきはすみませんでした。何の話だ。わざと憎まれ役を買って出てくれたんですよね。みんなが歩き出せるように。ありがとうございます。本当は俺がみんなを守らなきゃいけないのに。
みんなを守るか。確かファルギルトと言ったな。お前は結社が憎くないのか。結社に囚われていればろくでもない状態だっただろう。その結社に復讐してやろうとは思わないのか。確かにやってることを止めたいとは思いますけど、憎いとか復讐とかとはちょっと違うような。そりゃあ結社ではひどい目に遭いました。知り合った人たちはどんどん死んでいって、俺ばかりが生き残る。あの人たちが生きていれば誰かを守っただろうし、誰かを幸せにしたはずです。俺はあの人たちの分まで誰かを守りたい。それだけで精一杯です。復讐まで考えてられませんよ。そうか、俺とは大違いだな。俺は憎かった。家族を奪われ、体を作り変えられ、全てをなくした。復讐以外何も見えなくなった。今は復讐ではない道を歩いているつもりだが、やはり俺の奥底に眠るのは憎しみだ。憎悪があってこそ俺は結社と戦える。憎しみを燃やし尽くした後、俺には何も残らないだろう。だからお前は俺のようにはなるな。俺とは違う道を歩もうとするお前に少し期待している。アデル・ペインさん。だがお前は甘すぎる。結社と戦うのなら時には情けを捨てることも考えろ。でなければ死ぬぞ。はい。これからもいろいろと教えてください。よせ、俺は誰かに物を教えるような人間じゃない。いいじゃないですか。ギアスの先輩なんですから、いろいろと教えてくださいよ。やれやれ、のんきなやつだな。この声、まさか。ジェイク、ジェイクじゃないか。ファルギルト。あ、これは夢か。どうしてジェイクがここに。今までどうしていたんだ。結社の施設が誰かに攻撃されて、その混乱に乗じて逃げ出したんだ。こんなところで会えるなんて。とにかくよかった。今他のみんなと安全な場所へ行こうとしているところなんだ。ジェイクも一緒に。待て、どうもおかしい。あの時施設の中に生存者はいなかったはずだ。お前本当に逃げてきたのか。アデル・ペインさん、何を。たやすく信じるわけにはいかないということだ。そいつが結社のスパイでない証拠はないからな。そんな、こいつは俺の友達です。施設の中でだって一緒にみんなを助けるために頑張っていたんです。ジェイク、動けるか。みんなのところに行こう。ありがとう、ファルギルト。あ、待て、ファルギルト、どけ。え、アデル・ベインさん。ジェイク、どうして。やはり結社の死角だったということか。悪いな、ファルギルト。お前たちを殺して俺は上に行く。そんな、
嘘だろ、ジェイク。死んでもらうぞ TF-997。 チキアス。なんだ、何が起きた。ギアスの力が発動しない。お前たちの力を止めるための毒だ。これでもうドラゴンの力は使えまい。さあ終わりだ。離せ。何をする気だ。 TF-997 ともあろうものが崖から落ちて俺と心中しようとでも言うのか。ああ、もろとも死んでやる。ファルゲルト、あとは任せるぞ。そんな、やめてください、アデル・ペインさん。あなたが死んでどうするんですか。ファルゲルト、かつての俺は守れなかった。大事なものを何一つ。だからお前は守ってやれ。アデル・ペインさん。アデル・ペインさん。アデル・ペインさん。ファルゲート、何があったの。グレースさん、俺のせいでアデル・ペインさんが。アデル・ペインが、そんな。TF-997 を排除するとは、実験動物の割にはいい仕事をしてくれたな。もう結社に追いつかれていたなんて。ファルギルト、あなたは施設から逃げ出した人たちを。いえ、グレースさん、俺が戦います。アデル・ペインさんが言ったんです、守れって。だから俺が戦います。戦わなきゃ守れないものがあるのなら俺が。バルビー、行くぞ。おい、ギアスロード。みんなお疲れ様。ここが正常よ。すぐに休める場所を用意してもらうわ。ここが正常。やっとやっと休める。もうやっとだよ。やっとだよ。しろ、あるよ。しろ、くれ。ファルギルト、あなたもよく頑張ったわね。あの、グレースさん、俺やっぱりアデル・ペインさんを探しに。無駄よ。ギアスが使えなくなっているなら、あの高さから落ちて助かるわけがないわ。でも、万が一ってことも。助かっているなら、彼のことだもの。とっくに何とかしているわ。私たちの出る幕はないわよ。でも、アデル・ペインがあなたに望んだのはそういうことではないはずよ、ファルギルト。はい。グレースさん、待ってください。グレースさん、俺も連れて行ってください。
連れて行くって今から私がどこに行こうとしているのか分かっているの？もちろん結社の基地ですよね。この数ヶ月ずっと基地の場所を探っていたのは知っています。ねえファルギルト、あなたは無理に結社と戦う必要はないのよ。巻き込まれただけなのだし。いえ、戦わせてください。俺は戦わなきゃいけないんです。アデルペインさんの分まで。わかったわ、一緒に行きましょう。でも私の指示には従ってもらうわよ。失敗したわ。本当なら今日はもっと先まで進んでいるはずだったのに。仕方ないですよ、崖崩れで道が使えなかったから。でも村があってよかったじゃないですか。ずっと野宿続きだったから、たまにはうまい飯にありつきたいもんだ。でもずいぶんしけた村だな。バルビー、村の人の前ではそういうこと言うなよ。えいえい。お？おや、旅の方ですか。珍しいですな、こんな小さな村に。ええ、少し道に迷ってしまって。ご迷惑ならすぐに出て行きますが。いえいえ、歓迎しますよ。変わり映えのしない生活に退屈しているので、旅の話など聞かせてください。よっしゃ、めじめじ。お、そのドラゴンは。え、バルビーがどうかしましたか。あ、はい、そのこんな小さな村だとドラゴンを見ることも珍しいものですから。さあ宿にご案内しましょう。怪しいわ。え？何がですか？この村よ。あの村人バルビーを知っている様子だったわ。俺は？でも俺はこんな村に来たことなんてねえぞ。もちろんあなたではないでしょう。でもバルバトス B ユニットを知っている可能性はあるわ。もともとギアス兵計画は量産が前提よ。当然バルバトス B ユニットも複数存在している。じゃあこの村の人がバルビーのそっくりさんを知ってるということは、この村の人は結社のことを知ってるということですか。知っているだけでなく、この村が結社に取り込まれて手駒になっている可能性さえあるわ。そんなあの人いい人そうだったじゃないですか。いい人なのでしょうね。でもいい人が敵であることもあるわ。結社と戦うなら覚えておきなさい。とにかく調べてみる必要がありそうね。間違いないのか。はい、皆様の連れているドラゴン、バルバトス B ユニットと同じでした。ならば間違いはないな。結社を裏切った愚か者、試作型の失敗作だ。よし、お前らで奴らを捕らえてこい。ですがその相手は恐ろしい力を持っているのではないのですか。心配するな、我らほどではない。貴様らでも10人くらいの犠牲で捕まえられることだろうよ。10人。
予想通りね。気づかれないうちにこの村から離れましょう。あのグレンさん、あの村の人たち、俺には無理やり従わされてるように見えたんですけど。そう、私もそう思ったわ。じゃあ俺たちを捕まえられなかったことで結社からひどい目に遭わせられたりするんじゃ。村の人たちを助けたいと思うなら今はトラブルを避けて結社の基地へ急ぐべきだと思うわよ。そうなのかもしれませんけど、でも納得できないみたいね。仕方ない、村へ戻りましょうか。いいんですか。大勢を救うためにはもっと対極的にものを考えろとか言われるのかと。あのね、私は正義の味方のつもりはないの。自分のために結社と戦ってる。自分が納得するために戦ってるの。だからあなたにも納得のできないことを強要するつもりはないわ。でもまずは様子見からよ。村人たちに直接的な被害が出ないようならそのまま村を離れるわ。それでいい？はい、ありがとうございます。この役立たずめが！やめてくだされ。何もそんな乱暴をしなくても。黙れ。裏切り者を見つけておきながらミスミス逃がすとは恥を知れ。やっぱり結社が村の人たちを。落ち着きなさい、ファルギルト。予想以上に兵の数が多い。闇雲に出て行っても村人を危険にさらすだけだわ。クレンさん、結社って何がいいんですか？急に何を？なんでみんなあんなことをする組織に従っているんです？なんであんなひどいことができるんです？そうね、この世界は誤っているというのが結社のおおよその考え方よ。ここではないどこかに正しい世界が存在していて、そこでは全ての人が幸せに暮らしている。結社の首領はその正しい世界を知っている。だから言う通りにすれば世界は正しく強制されるというわけよ。なんか突拍子もねえ話だな。みんなそんなことを信じてるのか？信じてるのではなくて信じたいの。誰だって辛いとか苦しいとか思ったり理不尽な目に遭うこともあるでしょ。結社はそれを否定してくれる。間違っているのは自分たちではなく世界の方だと言ってくれる。それはとても心地よくて楽なものよ。誰かの言う通りにしていればいつか理想の世界にたどり着けるのだから。なんだかよくわかんないです。それって逃げてるっていうか諦めてる感じがしちゃいますけど。そうね、あなたは間違ってないわ。でも多くの人たちはあなたほど強くはないのよ。正しい世界を知っている結社は常に正しい。従わない方が悪い。だからあんなに残酷になれるのよ。そんなことって。すみません、クレスさん。やっぱり俺、黙ってられません。ファルギルト。ったく、しょうがねえな、あいつは。ま、結社をぶっ飛ばすってんだ。
俺も乗らせてもらうけどな。貴様らには結社の理想を実現するための覚悟が足りんらしい。見せしめが必要なようだな。やめろ。貴様はそれ以上村の人にひどいことをするつもりなら力づくでもやめさせるぞ。おい、お前らの作ったギアスの力をお前ら自身に味わわせてやるぜ。汚な失敗作、ギアスは結社の力であることを思い出させてやる。来い、バルバトス B ユニット。チッ、俺のパチモンがってことだ。ギアスロード。ギアス兵、もうあれだけの数が完成していたなんて。さあ、思い知らせてやるぞ失敗作。真のギアス兵とはどういうものかを。出ない。奴は失敗作ではなかったのか。どうだ、おとなしく村から手を引くならこれ以上は攻撃しない。なるほど、失敗作というよりイレギュラーというべきか。研究者たちが興味を持つのもわかる。新手か。誰が来ようが、みんなを傷つけるなら。え、久しぶりだな、ファルギルト。ジェイク、ジェイクなのか。生きていたのか。ああ、どうやら俺の運も捨てたものじゃないらしい。そうか、じゃあアデル・ペインさんも。うん、奴がどうなったのか知りたければ条件がある。条件？俺と共に来い、ファルギルト。結社は今お前のイレギュラーな力に興味を持っている。今なら裏切り者としてではなく同志として迎え入れられる。結社に入れっていうのか。そうだ、こちら側に来ればお前も支配される側からする側になることができるぞ。なんてことを。お断りだ、ジェイク。俺は結社からみんなを守る、そう決めたんだ。決めた？笑わせるな。お前は何も決めちゃいない。以前からずっとな。まあいい、結社を拒絶するなら裏切り者として対処するだけのこと。ジェイク、お前こそ早く結社から離れるんだ。ファルギルト、もう俺をその名で呼ぶのはやめろ。俺は生まれ変わったんだ、結社によってな。来い、バルバトス B ユニット、ギアスロード。あ、まさか。俺はギアス兵を束ねる結社の幹部候補、コマンダントだ。幹部候補、コマンダント。
ジェイクが。おいハギルト、ぼーっとしてんな、来るぞ。やめてくれ、ジェイク。俺はお前と戦いたくない。相変わらず甘いな、ファルギルト。だからお前には何も守れない。皆の命も、自分の命さえもな。いい加減にしろ、ファルギルト。俺はお前の信者なんだ、ごめんだぞ。お前の B ユニットは随分とおしゃべりなようだな。 B ユニットの自我の形成がイレギュラーの原因か。面白い。その B ユニットを持ち帰れば研究者連中が喜ぶだろう。仕留めさせてもらう。来るわ。覚悟を決めなさい、ファルギルト。くっ。イレギュラーなお前の力より幹部用に調整された俺のギアスの方が上のようだな。さて B ユニットをいただいていこうか。ちくそ、話しやがれ。待て、ジェイク。バルビーを話せ。残念だが、B ユニットが手に入れば、もうお前に用はない。裏切り者の研究者ともども、消えてもらう。コマンダント、あとは俺たちが。いいだろう。確実に仕留めろ。ああ、もちろんだ。さあ、覚悟しろ、裏切り者ども。クレッサン、俺が時間を稼ぎますから、せめてクレッサンだけでも逃げてください。バカ、外角のない貴様が何をしようと時間稼ぎになどなるか。一瞬で肩をつけてやる。閉ざされし土竜、呪われし豪竜、忌まわしき鎖を破り捨て、憤怒の轟きを解き放て。なんだ、腕が勝手に。誰かが俺の体の中で暴れている。まさかキアスの暴走。無謀型と違い我々にはありえないはず。あの裏切り者の研究者の仕業か。悪いよね、こんな手は使いたくないのだけど、こっちも必死なの。今のうちに逃げるわよ、ファルギルト。でもあなたがここにいてももう何もできることはないわ。さあ早く。どうやら追っ手はないようね。ファルギルト、ここで別れましょう。あなたは正常に帰りなさい。なぜです。もう、あなたを戦わせるわけにはいかないと思ったからよ。バルビーが奪われたからですか？確かにバルビーなしじゃ、
俺に大した力はないけど、でも今の俺にも何かできることがあるはずです。やらせてもらえるなら立て替わりでも何でもします。それがあなたを戦わせられない一番の理由よ。あなたはあまりにも自分の身を顧みなさすぎる。それは心配かけて申し訳ないと思ってますけど、でも何としてでもみんなを助けたいと思って。違うわ。あなたは誰かを助けたいのではなくて、誰かを助けるために犠牲になりたいのよ。あなたには自分が生きていることへの負い目があるわ。誰かが犠牲になったのに自分が助かったことの罪悪感が。はっきりと言ってしまえば、あなたは死にたがっている。誰かの代わりに死んで罪悪感を晴らしたがっている。そんなことは。わかっちゃうのよね、そういうの。私も死にたがりだったから。え？とにかく今のあなたを敵地に連れていくことはできないわ。この先も結社と戦い続けるのなら、あなたの戦う理由、そして生きる理由をちゃんと考えてちょうだい。戦う理由。基地にいる兵が少ない。村での一件がいい目くらましになっているみたいね。運がいいわ。今のうちにできる限りの情報を集めることにしましょう。そうなことはこれで全部みたいね。ギアス兵計画についてはだいたいつかめたけど、相変わらず狩猟については断片的なものばかり。残念だけどこれ以上ここに留まるのは危険ね。脱出を。魔術による結界。手間取りそうだけど、時間さえかければどうにか。その時間を与えると思うか。村では世話になったな、研究者。しっかり餌に食いついてくれて助かったぞ。コマンダント、もう一人の姿が見えないようだが、奴は見限ったか。まあ無理もない。だが一人でのこのこやってくるとは、案外楽観主義なんだ。さあそれはどうかしら。別々に行動している可能性を考えないなんて少し考えが足りないのでは。仮に基地のどこかにファルギルトがいるとしても、 B ユニットのないあいつは何の脅威にもならない。むしろギアスのことを知りすぎているお前を放置する方が危険だ。確実に仕留めさせてもらう。そうだったらまたギアスを暴走させてお仲間同士で潰し合ってもらうことになるわよ。うろたえるな。できるならとっくにやっている。今の奴にはギアスを暴走させることはできない。お見通しというわけね。悔しいけど絶体絶命だわ。行けギアス兵。
今度こそその力を結社に証明するんだ。ごめんなさい、あなた。まだあなたのところへはいけないの。私を守って。大丈夫ですか、グレースさん。ファルゲルト、どうして来たの。正常に戻りなさいって言ったでしょ。理由はありません。グレースさんに言われて考えました。俺の戦う理由、生きる理由。でも理由がなかったら戦ったらダメですか。誰かを助けちゃダメですか。俺に理由はないです。でも誰かを助けたいって思う、この気持ちは捨てられない。アルギルト、確かに俺には罪悪感がありました。誰かを犠牲にして俺が生き残っていいのかって。次はきっと俺の番だって思ってた。死にたかったわけじゃないけど、死んでも仕方ないとは思ってた。気づきました。俺を助けてくれた人はみんな俺のために犠牲になったわけじゃないって。みんな自分のために命を懸けていたって。だから俺も自分のために命を懸けます。この誰かを助けたいって気持ちのために。あなたって人は、どうやらあなたは私が思うよりバカで、私が思うより強い人だったようね。仕方ないわね。言うこと聞かなかった小言も、助けてもらったお礼も、全部無事に正常へ戻ってからにするわ。はい、絶対に無事に戻りましょう。泣かせる話だな。だが実際に俺たちを前にしてどうするつもりだ。研究者の切り札は使えない。もう一人は B ユニットがなければただの役立たずだ。お前たちが死ぬ未来に変わりはない。それはどうか。何？ファルゲルト！バルビー、よかった、逃げられたのか。いや、それは俺にもよくわかんねえんだけど、助けてもらったんだよ。助けてもらった。私たち以外に結社の基地に侵入している人がいるっていうこと。だからよくわかんねえんだって。名乗りもしなかったし、顔もわからなかったんだ。とにかくバルビーが来てくれれば100人力だ。行けるか。おお、任せておけ。結社のおめえ、俺を手荒に扱ったことを後悔させてやるぜ。ギアスロード。さあ、どっからでもかかってきな。片っ端から叩き潰してやるぜ。意気込んでいるところ悪いが、お前たちでは俺には勝てんことを忘れたのか。チッ、あいつか。今度は負けられねえぞ。気合い入れろよ、バルゲルト。ああ、行くぞ、ジェイク。今度は俺も本気だ。今までが本気じゃなかったとでも。笑わせてくれる。そういうことは勝ってから言うんだな。バカな、俺が押されている。
もうやめよう、ジェイク。これ以上戦っても意味がない。黙れ。失敗作が俺に情けをかけるつもりか。俺はまだジェイクのことを友達だと思ってる。やっぱり友達とは戦いたくないよ。友達友情を大事にするお前に教えてやる。お前を撃ったのはこの俺だ。お前は俺がお前の身代わりになったと思っているんだろう。だが実際は逆だ。俺は身代わりになるふりをして実験台として牢を出た後、お前が脱走を企んでいると結社に告げたんだよ。俺が助かることを条件としてな。どうだ、これがお前が五章大事にしていた友情の正体だ。知ってたよ。何？脱走がバレた時、結社の兵が言ってた。お前は売られたんだ。友達とか言っていたのか。俺がどう思うかはジェイクが何をしたのかとは関係ないから。初めて会った日、みんな無視する中でジェイクだけが俺を心配してくれたこと、俺は忘れてないよ。クソ、バカにしやがって。ずっと俺を憐れんでいたってことか。そういうところが尺に触るんだよ。ジェイク、やめてくれ。黙れ。俺はジェイクじゃない。結社の幹部、コマンダントだ。消えろ、ファルゲルト。ジェイク、よもやコマンダントが敗れるとはな。イレギュラーの力はそれほどか。オーバースト。オーバースト、多くの基地を統括する結社の大幹部の一人だわ。まさかこんなところで。人造流化計画を推し進めるためにはコマンダントは欠かせん。万が一を考え様子を見に来てみたが、どうやらコマンダントを救うよりもイレギュラーを捕獲した方が良さそうだな。ギアス兵がまだあんなに。アメーゾファミリート、こっちはそろそろ限界だ。TF-997 とあのイレギュラー、同時に手に入れることができるとは、うん、ヒューラーもお喜びになる。ギアス兵隊、前に。もはや敵に余力はない。小細工なしで正面から捉えろ。ようやく姿を現したな、オーバースト。
警戒心の強いお前の尻尾をつかむのは苦労したが、やはりギアス兵計画は気になったようだな。貴様、その姿は。これがギアスのさらに先、まだお前たちさえ到達していない領域だ。バカな、我ら結社以上にギアスに精通した者などいるはずがない。貴様は何者だ。俺はギアスを掌握する者、そして結社を打ち滅ぼす者。お前の持つ結社のフューラーにつながる情報をいただきに来た。何者かは知らぬが、これだけの数のギアス兵を前によく言ったものだ。こちらこそ貴様の持つギアスの情報をいただかせてもらうぞ。総員かかれ。野生がこんなにあっさりと。ギアスを掌握した俺、敵はない。この力。そうか、分かったぞ。貴様、ドクトルの。それが分かったところだ、何もできない。さあ、フューラーのことを話して。なんだ、仲間割れか。いえ、これは。よくやったぞ、コマンダント。お前は。敵に情報を与えるくらいなら死を選べ。結社の幹部ならば当然だ。オーバーストだけでなく、この俺もな。基地に仕掛けた自爆の魔法陣を発動した。地の底に埋もれたくなければさっさと逃げ出すんだな。お前も一緒に。俺は結社の幹部だ、そう俺が選んだんだ。だから俺は結社の幹部として死ぬ。さらばだ、ファルギルト。俺の友人の死を抱えて生きろ。それが俺の復讐だ。連中の覚悟を甘く見すぎたか。おい、早いとこ俺たちも逃げようぜ。だけど、牢の奥にアデルペインが捕らえられたままになっているのよ。このままにはしておけないわ。あれのことは俺に任せろ。もともとあれの回収も俺の目的の一つだ。でも多分そいつを信用してもいいぞ。だってあんただよな、俺を助けてくれたのは。ああ、それだけで信用するわけにもいかないけど、考えてる時間もなさそうね。あのありがとうございました。また会えますよね。お前が結社と戦う限り、嫌でも必ずどこかで会うことになるだろう。わかりました。アデルペインさんのことよろしくお願いします。
行きましょう。あと少しだ、急ぎましょう、グレースさん。今のはどうしてここに、まさか。おい、グレースと姉ちゃん、何やってんだ、いきなりボーっとしてんじゃねえぞ。グレースさん、急いで。グレースさん。驚かせないでくださいよ、グレースさん。まったく、ヒヤヒヤさせる。ごめんなさい、だけど。まあ、みんな無事だったんだからいいですけどね。さて、正常に戻りましょうか。正常に戻って大丈夫なのかしら。グレースさん、大丈夫って何が。一体さっきからどうしたんですか。私、見たわ。見たって何を。ヒューラーよ、あれは結社の狩猟だった。え、狩猟。結社の一番偉いやつってことですか。驚かないで聞いてちょうだい。結社の狩猟は私たちのよく知る。どうですか。まったくよ。行くぞ。おや、ギアス